皆さんこんにちは、ボンジョルネ、ルネです。さあ今日はですね、皆さんに、お礼を申し上げたくて動画を撮っています。なんとルネの YouTube チャンネルが、チャンネル登録者数2000名を超えました。ありがとうございます。ちょっと前からカバー動画を出し始めて、皆さんにたくさん見ていただいて、で今回2000名ということで、今この時点では2011名、皆さんに本当にたくさん登録していただいて、何より私の声を、歌声をたくさん聞いていただいて、本当にいつもありがとうございます。毎回聞いてるよっていう方もいらっしゃると思いますし、ルネ缶もそしてカバーもかなり見てるよっていう方もきっといらっしゃると思います。皆さんありがとうございます。まあカバー動画出すのと、あと音楽、自分のミュージックビデオとか出すチャンネルとルネ缶を分けた方がいいかなっていうことも思ってたんですけども、とりあえずは今の形を続けていきたいなと思ってます。音楽だけ聞きたいよっていう方もきっといらっしゃると思うんですけども、とりあえずはまあ今の形を続けていけたらなと思ってます。なのでよろしければ、こいつのカバー動画いいぞとか思っていただいた方は、ぜひお知り合いの方とか、あと Twitter、Facebook、Instagram とか、そういうところでまたルネのチャンネル広めていただけたら嬉しいなって思います。どうぞよろしくお願いします。あと、皆さんにお知らせがあるんですけども、6月の18日に、北海道の岩内町というところで行われる北海道日本ハムファイターズのスマイルキャラバン、こちらのイベントに出させていただきます。去年も北海道日本ハムファイターズのスマイルキャラバンに出させていただいたんですけども、すごく楽しくてですね、市町村をすごく元気にしていこうっていうイベントで、BB とかが来たりとか、すごくワイワイやって楽しいイベントなので、お祭りみたいに出店が出たりとか、あとグッズ屋さんがあったりとか、運動スペースみたいなのがあったりとかして、すごく皆さん楽しんでいただけるような場所となっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。岩内町の岩内町役場の、前の駐車場スペースなのかな、でやらせていただきますので、ぜひ来ていただければと思います。時間は、私が出るのが午後1って聞いてはいるんですけども、ちょっと詳細また分かり次第、皆さんにお伝えしたいと思います。そのスマイルキャラバン自体は17日18日とそこでやっています。詳細は概要欄に載せておきますので、よかったら見ていただければなと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ルネでした。